おはこんばっちー、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフ OG の続きやっていきたいと思います。ついに金徳ミッションクリアして芸術的な流し打ちをゲットすることができました。2つ目の金徳になります。新しい別の金徳は今のところ投資できるような場所がないので、ちょっと先になるかと思います。ということで今日も元気よく OG やっていきましょう。では早速試合行ってみましょう。通常プレイでオリックス戦ね。よっしゃ、交流戦だ、やっていくぜ。さあ行きましょう。内角攻めも持ってんのね。いやー、ちくしょう。うわー、ボール球だったね今ね。スロースター消えたね。やべー、全然タイミングが合っていない。とりあえず勝とうぜ、一歩打とうぜ。よっしゃ、これは超える。 OK、 だいぶセンターオーバーとかね、頭越す打球が増えてきたね。パワー E になったおかげだ。スライダーかな、カットかな。やったー、すごい、全く動かない打球打った。おじ完璧じゃないか。オッケー、勝った。1本しか打っててないけど、おじ勝利。危ない。いや、おじプレイには貢献していない。プレイというか勝利に貢献していない。大丈夫か。そっか、今大阪だからね。これどうしようかな。どこか特別なところにお出かけっていうわけにはいかないので、なんか新外国人取ったね。まあ関係ないでしょう、どんどん行くぜ。さあ行くぞ。ランナーなし、西さん。さあサクチェア、うわー、芸術的な流し打ち、うまく打ったと思ったんだけどね。うまい、それです。いや見事な打球。いやちくしょう、完全に狙い撃ちしたのに。まだロメロいるんだ。いやーめちゃくちゃ点取れ、めちゃくちゃ援護してもらってるし、絶対負けるんじゃないって。うわーい、やべ、4の1打ててない。強振すると打てなくなるおじいである。もう一回、あー終わった、惨敗。やばいね、とりあえずヒットをポポポンと打っていきたい、活躍していきたい。では大阪なのでテレビ局行こうかな。テレビ局でこれで多分あのギャラなし出演がね。厳しい世界だな、有名プレイヤーなのにノーギャラでって言われる。最高、すげえ変化だな。やべ、いやーアウト、落ち具合がえげつない。うおー、なんとか引っ張った、当たったぜ。だいぶ早かったと思ったけどな、フルタイミング。 OK、 ツーベース。 OKOK、 縦スラね。あーもったいない、打点を上げたかった。一発がついてるってことはダメかーい。やべ、1日1本か。1日1本はさすがに打率をガンガン下げていく、ガンコちゃんや。あーしかも負けるし、チームが負けてしまっている。とりあえず7試合連続安打出塁はいいけれども、チャンスで打ててないんだよね。では移動して、次はどこだい、ドライブやりたいと思います。南條さんではなく千里とね、一緒にブーンと。そろそろドライブスキルも A になると思うので、そしたらね高級会社以上のものを買って年間スキル達成させたいと思います。ドライブ、あ、ブログとかもそういえばあったよね。いやそういう趣味スキルとかも上げていきたいな。おじ遊びを楽しくたっぷりと。さあ3位のロッテ、おじさん、お
誰ルーキーの畑さん、ルーキーには興味ないっす。おじいさんの時計、よっしゃ完璧です。よっしゃ粘り打ちや。さあもう一本いっちゃおう、タイムリー打っちゃおう。よっしゃオッケー。回らないよねでもね。いやーいいヒット打ってんのにな。さあアルモンテどうする。芸術的な流し打ち完璧。オッケー。おじい今のライト線にツーベースでしょ。それよ。オッケーオッケー、狙い通り。アウトハイはすごいライト線へのツーベース打ちやすいね。よっしゃー。いや4安打のおじいは快勝。だいぶいい感じ。あ、ギータがロッテに行ってホームラン打ってるね。いやすげえな。お、リーグ最速の100安打。オッケー。ファンも増えるし。あ、ミスターツーベース。そういえばそんなミッションあったわ。もう金徳ミッション終わったから興味なくなってたわ。お、何ミスター生還者丸1。1試合に4得点。いや、4出塁しなきゃいけないってことでしょ。青バットだよね。青バットは興味ないから、まあこっちの方が難しい。生還者丸1にしましょうね。これは難しいぞ。え、今さあれ3回ホームに戻ってきたってことかな。畑です。今日はすごい活躍。まあね、てか出てたん、試合出てなさそうだったけど。いやー給料たくさんもらった。わお、めっちゃ金持ちや。1億3000万。ドライブ行こう。ドライブ千里。いやマジで千里かわいいな。おじい、うわーいいな婚欲。いやいいな。おじい弾道上がるよ。さあ行くぞ行くぞ。1試合4得点だもんね。いやー畜生カットで入ってくると思ったけど、ちょっと振り遅れてしまった。え、センターがギータかな。うまい。よし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 、抜けた抜けた。カットにスローカーブにシンカーか作地か。わっとー、お菊池パイセン。ロッテ菊池先輩 FA で取って、さらに山田哲人も FA で取ったんだけれども、菊池先輩がレギュラー、そして山田哲人さん代打で出てますね。これは FA ミスじゃないか、完全に。チャラララララ、チャラララ、オッケー。おじい変えられてる。おじいまさかの最後変えられてるわ。代打の場面で出てくるかと思いきや、嘘、代打じゃないや、普通に延長戦で出てくるかと思いきや、まさかの変えられてた。おじつらい。守備固めか。では遊びでドライブ。そろそろ次のね A ランクが見えてくるんじゃないかなと思うんだよね。今書いてありましたね、次で上がりそうみたいな。ではまた試合だね。菊池パイセンは出てるけど山田哲人さん出てないですね。さあ行きましょう。落ちないかと思いきや意外と落ちるんだよね。ほっ、オッケー、完璧ですわ。よしよしよし、まずは1日1本ね。いやでも菊池パイセン良かったね、一応レギュラー取れて。それでレギュラーでもなかったら なんかかわいそう。もう野球人生終了って感じだもん。スライダーシュートチェンジアップか。オッケー、はい、うまい、ナイス。いやでも超大型補強してないロッテ、いいとこ決める。いやーちょっと下すぎたか。いやーユニフォーム似合わねえな菊池先輩。うわー最後おじい出てたか。出てなさそうなんだけど。おじいあれだね、守備固めさせられてるね。今まで広島だったからそんなことなかったけど、ちょっと中日の采配合わねえな。
勝手にキャッチャーとして出されること多いし、そのくせなんかね、最後まで試合出てないのもある。さあ勝て、さあ行きましょう。さあここ重要だよ。まずは1本目を打つ。超える、超えないか。大島さん、あれかな、中日の大島さんかな。 OKOK。 うわ、サッカー得点圏にランナー全然いねえじゃん。うまーい、ナイスー。さあ、ま、お、来た、満塁。あー、チクショー、チクショー、やっちまったぜ。これで綺麗に、うむうむ、うまい。 OK、 いや絶対取れたよね。さあこれで149本目の二塁打ですね。もう一回、よしよしよし、 OK、 きたー、152塁打。回れ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 、オッケー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 、おじナイス、素晴らしい。10対0と、いや本日5打点、素晴らしい。はい、大勝、よっしゃー。いやー、すげえなー、ちょっとおじ負けてしまったわ。そこは4連勝ということで、いやマジもったいないけどね。ぜひ行きましょう。あざーす。で今北海道でしょ。あ、また連続で試合か。さあ行こう。さあマルティネスまだいるんだ。うまい、これが芸術的な流し打ちよ。オッケー、ビビってる。よいしょ、ナイスー、ナイス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 、打点完璧ですわ。お、これはまたまたチャンス。あ、やべー、今度は上すぎた。ちょっとね、今ハッチが横切ったんだよね、画面の前。言い訳をする、逆転はされない。よいしょ、完璧です。ナイス、固め打ち。いやー、中途半端な打撃になってしまった。オッケー、勝ち、よっしゃ、勝利。で今北海道なので、これ能力研究所行っておきたいですね。ちょっとでもあのお金を入れておきたい。もらえるミッションというか、できるミッションとしては、金徳ミッションとしては、安打製造機とストライク送球ということで、おじいにとってはどっちも欲しいんだよね。ということでお出かけで能力研究所ですね。まずは何回か通わないといけないからね。なのでまあ時間がかかるんだけれども、まあ今シーズンは絶対無理で、次の年パリーグにね移籍できたらね、いろいろしたいなという感じでしょうか。ではでは、またまた試合だ。アルモンテイ、よし、それがうまい。本当にこれがうまくなったね、このバッティング。ポテンではなくっていう感じで。ああ、これはちょっと伸びすぎたな。あれ、まあめっちゃ飛んだ。よっしゃー、今日は大島さんセンターなんだね。で坂本くん、あ、めっちゃ点取られて。アルモンテすごくない？ああ、ごめんなさい、ストレートか。よっしゃ、ラッキー。いや、オッケーオッケーオッケー、いや、よく飛んでったわ。ナイス走塁、いいね。はい、勝ち。あ、おじキャッチャーやってるし。中日の采配、ね、森監督の采配理解できない。ちょっと怖いですね。いやマジこれキャッチャー本早く読まなきゃいけないな、本当に。今キャッチャー E なので
F からは上がったけれども、せめて D、そして A まで持ってかないとこれは困った。では遊びで読書ですね。名捕手ノート読んでいこうぜ。ということで次からはソフトバンク戦になりますか。じゃあ今日はここまでですね。いやー取られた BCAD に。なんだって、いやーおじいダメだったか。福岡で遊ぶことばっかなんだな。福岡は金徳ミッションはアーティストなのでまだねパワーキ持ってないから後々でいいんだよね。ということで今日はここまで。阪神独走しております。ということでまた次回のおじいにご期待ください。ということでバイバッチ。